松山千春、大空と大地の中で。Yeah.
僕は、はい、プレッシャーかけたことないので、みんな楽しみにしてます。ちなみに今日のお衣装はどうされたんですか？あ、これは僕はいつも遠征できるスーツです。とってもお似合いです。ありがとうございます。ありがとうございました。松山千春さんでした。ありがとうございました。